そしてこれがメインイベントですね。まあこの試合の後に全てねファンクマスターズオブレスリングの全貌が見れるわけですけども、これはだ誰の試合かな。これはですね、はやぶさ田中組対テリーファンク。ああ、テリーファンク、はい、うん、いいね、お客さんがいっぱい入ってね。はい、もうおやつないです。あんたもね2回目です。明日バクトロップするね。ちょっとここからシビアに行きましょうか、うん、じっくりとはやぶさと田中を見て、うん、荒探しでもしてください。荒探しね。あ、次お大家さんの好きなスピニングトーホールに入場していきますよ。うん、聞きますか、ゆっくり聞きましょう、はい、行こうと思ってますから。クリエーションですよね。そうそう、入ってきた時点で絶対的なベビーフェイスなんですよね。やることするのが悪いからな。もう試合後にね、後でまあそれはゆっくり見てもらえば分かると思うんですけど、やっぱビデオで見るよりその実際に、ね、見たの見るとやっぱり、ね、鳥肌が立ちますよ。この曲聴いてライブで見ないと。そうだから皆さん見に行きましょう。ロジェさん気合入ってますね。コラボですからね、はい、テリーも今年で52歳か3歳ぐらいになるんですけども、うん、でもいい体っていうかちゃんとシェイブしてきてますよ ね、 そね、お腹もそんな出てますよね、はい、腕とかやっぱ昔のレースだったら骨が太いんですかね。テリーは太いわ、はい、うん、だんだか名前変えたの。えマサトっていう字ですね、改名しましてですね。何字もあれでマサトって言うんです。シュートかと思って。いやいやいや、あ、ほんま。でもなんか逆にこう見ると今田中の方が貫禄っていうのはありますね。早押さえるよ、あるね、はい、うん、若いのにね、キャリアのない分をもう投資で、うん、してんだから金はねえじゃん。気入ってますよね、テリーもね。テリーもね、はい、うん、頭の下も気入ってるし、はい、特にこの試合ですね、グラジエーターのですね、うん、凄さがですね全面に出た試合なんですけどもね、うん、テリーがですねリング内のことはですねグラジエーターに任せてですね、うん、うまいぐらいでグラジエーターの良さをなんか引き出してるんですよね。おお、どうしたの、こんばんは。もう一発でダメなら3発、4発って仕込んでますからね。この運動神経ですかね、グラジエーターのこの辺は、ね、カイブさん何やってるんですよ今ね。この体で飛びますから。でもね本当にこれ、あ、大丈夫かな、大丈夫だ、なんか頭から落ちてたよね。これこそ本当もう自爆覚悟の技ですよね、あんだけ体が大きいですからね、はい、危ないですもんね。ただこの日もカイブさんも気合は、うん、気合十分、ええ、けど腰打ってますよ。やっぱ大家さんに負けたのもよっぽどショックだったんじゃないですかね。いい意味じゃ活性化させてるのもファンクマスターズですね。そうですよ、はい、それぐらいなきゃね。ああ、うん、まあ、弱い相手も強い目的があれば成長していくと。私らが成長させてあげましょう。やっぱ昔のテレビからこういうのは想像できないですよね。テレビドリとね、はい、ザ・ファンクスってやったところはそんなにね、はい、こんなこともしなくてね、はい、しなかったんだけど、ただやっぱよっぽどそのアメリカンプロレスがその扱いに対するやっぱ恨みってのはあったんですよね。まあ、プロレスファンというのも、まあ、マスコミないしそのプロレス団体に対してらしいんですよね。あ、
もともとそのプロレスというスポーツが生まれたのは日本ではなくてアメリカから日本に来たわけですよね。そうそう、それなのに、まあ結局、まあ、日本の国技といえば相撲ですよね、うん、まあそのアメリカで生まれたプロレスというものが結局日本に送り込んできたにもかかわらず、なぜかその評価をアメリカ人の選手は受けていないと現在、まあだからオリンピックにしろ、うん、何にしろ、うん、日本の選手っていうのはさほどそのメダルを取れたりしないわけじゃないですか。ただそのプロレスに対してだけはなぜかその日本人の方が評価が高いと、まあそれ自身納得いかないと、まあ、日本人の場合は何ていうかな、意地があるしね、はい、まあ、同じ釜の飯食ってね、はい、ライバル意識もあるし、はい、そういう時点そういうのでやっぱりね、はい、燃えたりしたんでしょうけどね、はい、それがやっぱテリーファンクにしては許せないんでしょうね、はい、全てがそのアメリカのレスラーが全てが同じような目で、まあ、見ないでほしいということらしいですね、うん、さん。そうですか、まだ知ってるくせにこの辺もね、うん、自らも落ちるような勢いでまたなんかやってますけど、見せるのうまい、はい、これ変わんないですよね、見せるの前のね、はい、NWA のチャンピオン時代からね、はい、うん、やっぱ NWA って言ったら大谷さんも結構あの頃は月刊誌よく見てましたね。あ、知らないでしょ。いやちょっと知らないですね。僕がですね、生まれた頃にチャンピオンやってた。あすごい、俺、その雑誌見てね、興奮してましたよね、あテリーファンクか、ジャック・ブリスコか、はい、その時代のレスラーがなおもこうやってメインイベントでしかも第一線でねやっているってことはもう本当にすごいことですね。大阪でもやりましたけどね、はい、あの時は悔しかったけどね、はい、あテリーファンクとやれるんだっていうのは、はい、なんか複雑なものがありましたね、はい、嬉しいんだけどなんかね、はい、嬉しい、いや試合やって嬉しいんだけど、はい、どうなんかちょっと、はい、複雑な気分になりましたね、ファンがアッサンボムコールを要求してますよ。まあね、はい、高いですね、こんな後受けたくないよ。粘りますね、この粘りはやっぱ、うん、粘るのと、ね、カウントも遅いよこばかにしてますね、早くね、問題ないって、はい、なんか大谷さんが札幌で撮った行動と似てますよね。ねえ、真似してるんですよ真似してるんだよ、だよ、って言いますか自分が真似するんだろう、わかんないけどちょっと嬉しいですか。嬉しい実は嬉しかったんですかなんか大谷さんチックな技を見せてますよ ね、 ね、テリーが、うん、俺の技でも嬉しいんじゃないですか。また研究熱心ですね尊敬してますか、そういうところ尊敬してますか自分もそうしましょうか、何十早いとの技を研究して弟子にでもしようかな、何十年。でもやっぱこれテリーがそういう団体を作ろうって言ったからこそ乗った話であって、そうですね、はい、自分も最初はね、あの、はい、大仁田敦、ターザンことをね、はい、狙ってきましたけどね、はい、狙ってそのネットとかそういうの気持ちはあったけどね、はい、うん、ありましたから、はい、今はチャンスですよね、はい、うん、テリーファンクの、テリーファンクグラジュエートヘビーハンダーズ、はい、キングナイス、はい、スーパーレザー、スーパーレザー、ボーダー、ボーダー、ちょっと大谷さんですね、私、はい、うん、これがいいんですよ、はい、ファンを楽しみながら、そうそう、うん、余力はまだ全然あった、余裕です、はい、リックフレアみたいなもんですよ、はい、リックフレアとも付き合ったんですか、大谷さん、えリックフレアとも付き合ったんですか。いや別にあれではもう一つ世代前ですか、一番興奮したのは。興奮したのはいつかな、もう忘れた
田中なんか和製ダイナマイトキットみたいですね。うん、うまいこと言うね、はい、綺麗だけどダメね。あ、パワー不足、パワー不足。逆にこのグラシエーターなんかやっぱ関節技を使って攻略した方がいいわけですかね。関節効くかなこいつ。パワーでなんか跳ね返してしまいそうなね。ああ、なるほど、うん、もうやっぱこれダブルでいくのがこれ正解ですよね、この2人、これも結構かなり危険な角度でですね落ちてるんですよね。まあそれでも返してきますね。さすがグラジエーター。グラジエーター。この状況見ても田中の方は早草に指示してますね、はい。しかしやっぱ間抜けですね、落ち方が、はい、これテリーがですね外から椅子を投げたんですよね。もっとで田中これしかないっていう感じでエルボーをぶちかましていくんですけど、やっぱグラジエーターは状況をよく見てますよね。なかなか田中もしてるとこなんですね、はい。まあ、早草はこうやってまだ体が完璧じゃない分自分がやんなきゃいけないっていうことでですね。高い、もう大したもんだ。そう、早草は何やってんの下で。これはもう完璧にスピンとホールドへの除去ですかね。あ、足ね、はい、やってますね。今もう必要以上に出さないんですよね。勝負どころじゃないとテリーがこのスピンとホールド。なぜか知ってます？いや、目が回るんですよ、あれは。かける方がですか？そうなんですよ。必要以上に出すと目が回っちゃうと、目が回って、はい、ね、自分がダメージになるし、ポジですからね。あんまり無理しない方がいいんですよ、テリーハンクも。ここ一番の出てくる。ここ一番の時、はい、うん、とことんとことん足をいじめといて、はい、1回転してそれで決めると、はい、2回転3回転したらバテて身が回って倒れてしまうという。ここで出るんじゃないですかね、そのスピンとホールドが。でもファンは分かってますよね。ただ早草帰ってきましたよ、ここで。あ、いいとこで帰ってくるな。ちょっとグラジエーターのなんか様子がおかしく見えるんですけど、あ、冷静に相手の動きを見てたわけです。そう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 、はい、こういったものも覚えてきたわけですかね。そうですね。じゃあ、あの大きかったりよく、ね、プロレスの芸術品と言われてる技ですからね、ちょっとブリッジはちょっと持てないけどね、よくやりましたね、大きかったり。椅子は必要ないんだけどね、あの場所の前は、はい、もう一度ここでアッサンボン。あ、今度田中間に合いましたね。この辺は田中も意地ですかね。そしてローリングエルボー。やっぱこれを返された時点で田中自身も苦しくなるんですよね。まあ自分もこれで一回取られましたからね、はい、これ本当一瞬の魂のこもった技なんですかね。脳震盪になりますから、起こしましたからね、あの後楽園で、はい、今の時点では早草よりも田中を勝ってると。どっちも勝ってませんね。これチェーンを持ち出してですね、本当に想像できないですよね。かつてやられてたようなことを、そうそうそう、ブッチャー石井君にね、はい、やられてきたことを、ね、はい、今やってますもんね。必ずしもやられていたことは無駄ではないってことですかね。そうですね、はい、それを自分の経験に生かしているわけですけど、これはかなり危険な技でですね、これでもう戦闘不能なんですよ。戦闘不能、あとはゆっくりとですね、田中を殴り殺すという。
いや、これはやっぱすごい。おお、田中も大したもんだな。ただグラディエーターここで冷静でしたよね。前回勝負急ぎすぎて補欠を掘って負けてますんで、今回はゆっくりと。レーネツ行くのかな。そうですね、レーネツ、レーネツですよ。これがモンゴル落とし。モンゴル、いやいや違います、違います。昔若松さんが言ってましたよ。ああ、ミス東郷さんのフォーマにレーネツ、レーネツ、レーネツってモンゴル落としです。何ですか、モンゴル落とし。忘れてよく言ってたんですよ。これがですね、神風アッサムボムですね。5倍でしょう、10倍ですかね、普通のパワーボムの。これはもう返せないでしょうね。圧勝です。普通の人の子だったら死んでます、はい、今のはね、肩口から落ちたでしょう、はい、もうこれで完全に田中はもう戦闘不能ですね。ワンツースリーを取った上での戦闘不能です。ね、あれは、はい、まずはこの FMW トップ2人を倒したと。ということはトップを倒したということはもう上がいないわけですね。いないですから、どうしましょう。ちょっとマイクゆっくりちょっと聞いてみましょうか。おや、I am so sorry. Can you tell me what it is?スーパー出てますね、はい。自分もよかったね。もう乗っ取ったと。まあ、リングにも FMW ってちゃんと書いてありますからね。ただその FMW がファンクの FMW になっただけなんです。私の尊敬するテレファンクのね。はい。これは当然の結果だと。気分いいんだよ、これね。でも一体何がそこまで大吉さんを変えさせたんでしょうね。天のお罪でしょう。なるほど、ザマーミルだね。ウィングも FMW も。逆にこれからのファンクマスターズオブレスリングのですね、目標というか目的をちょっと最後に聞かせてもらいたいんですけども。目的は世界制覇ですか。世界、世界ですよ。日本だけにとどまらず、日本、ちっちゃい日本にいるのしょうがない。世界。それでは最後に大谷さん一言お願いします。これからの
うちらをよく見てほしい。今日はどうもありがとうございました。Let me ask you something. I am so proud of that, that we changed the name of Onita, of his company. We finally demolished him ever since he left me high and dry after I went against him in Kawasaki. I was supposed to be an FMW wrestler, but no, he saw fit to treat me like a piece of trash. Too many wrestling promotions in Japan have treated not only me like trash, but American wrestlers as trash. That's why I am here, and these men are standing behind me because they are not trash. These are the best wrestlers in the world. We are going to stand on top of Japan and let you see what really great athletes from America are. We don't belong to companies. We don't belong to WCW. We don't belong to WWF. We don't belong to New Japan, All Japan, Michinoku, FMW, or anyone else. We are individuals with a whole lot of heart. But what we want to do is we want to do something to bring us back to a level that American wrestlers were in the 70s, that American wrestlers were in the 80s. We were somebody, and every Japanese fan knew it. And we've had to take a back seat for so long, but now we're not, because we have totally demolished Onita's company. His company doesn't mean a damn thing here in Japan anymore. As far as I am concerned, Hayabusa, Tanaka, and the rest of that crew can't wear these people's shoes. They're too big for these so-called athletes. And I say not so-called because of their strength. I say so-called because of their heart. When you have a sin with no guts and the heart of a chicken, you produce wrestlers that have no guts and hearts of chickens. Now you have got the
defunct masters of wrestling that are all heart, all guts, and we're not taking a backseat to anyone. No, never, never, never. 新たなる脅威からの攻撃を受けて、またしてもどん底に落ちてしまった FMW。アメリカンプロレスの威信、そしてテキサスブロンコの誇りをかけて、自らが率いるファンクマスターズ・オブ・レスリングを旗揚げしたテリー。最強のメンバーが揃うこの軍団を相手に、果たしてハヤブサ・田中の正規軍は FMW の称号を再びフロンティア・マーシャルアーツ・レスリングに戻すことができるのであろうか。